はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。ということでですね、今回は女性コーチがコストをかけずに自宅にいながら4ヶ月間で195万売り上げた方法ということについてですね、今回小野さんにですねお越しいただいていろいろお話聞いていきたいなと思うんですが、小野さん本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ということで、まずお名前は、小野久美子さんですね。はい、はい、小野久美子です。はい、ありがとうございます。今どちらの地域で、ご活動されていらっしゃいますでしょうか。大阪です。あ、大阪を拠点としてご活動されていらっしゃると。はい、はい、ですね。今、どういった、活動をされていらっしゃいますでしょうか。今は、はい、潜在意識コーチとして。潜在意識コーチ。はい、はい、ヒーラーとして、はい、うんうん、活動しているのと、はい、カサロン集客の専門家としても活動させていただいてます。なるほど。ご自身としても潜在意識コーチをヒーラーをされながら、今度集客コンサルとしてそっちのアドバイスもされていらっしゃるということなんですね。そうですね、うんうん、はい、サロンも経営してますので。はい、なるほど。はい、ありがとうございます。で、まあ、今回なんですけども、一番最初にお伺いしたいのが、まあ、我々のアカデミーを一番最初に選んでいただけた、まあ、きっかけっていうところで、はい、まあ、結構集客系のねスクールとかコンサルって他にもいろいろね日本たくさんあると思うんですけど、まあ、我々のところを選んでいただいて、なんか決め手となった出来事だったりとか、あの、そういうところもしあればですね、はい、教えていただけたらなと思うんですが。たまたま、はい、インスタを、集客に使いたいなと思っていまして、はい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 、で、LINE アットはちょっとずつ使い始めてはいたんですけど、うんうん、たまたま YouTube で北野さんの動画を見つけて、はい、で、すごく見てたんですね。すごく見てたんですね。とかに、はい、すごく見ていて。そうだったんですね。それで、まあ、知り合いにその話を言ったら、まあ、その当時別の塾に行ってたんですけど、はい、その話を言ったら、まあ、北野さんとお知り合いで。ああ、なるほどなるほど。はい、ですよね、そうですよね、はい、はい、夏ぐらいですよね。そうですね、それ夏ぐらいですね。覚えてます、覚えてます。なので、すごくますますなんかもう聞いて、あ、もういいなと。そうだったですね。はい、なるほどなるほど。で、今度はもう小野さんが YouTube に出る側にね。そうですね、ね、そうそうそう、ね、知り合いの方もこうやって出てるのを見て、うん、ああと思って。はい、私もまさか出れるとは思ってませんでしたけど。あれですね、もともと小野さんの知り合いのね、方が、僕の YouTube で実績者の声で出られててっていうところだったんですね。はい、はい、そうです、うん、はい、なるほどですね。じゃあ、まあ、最初にちょっと担当職員にはなるんですけども、まあ、うちのアカデミーに入っていただいてから、まあ、どれぐらい実績が、まあ、出たかってことをちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけども、はい、はい、まず今インスタグラムのフォロワーってどれぐらいいらっしゃいますかね。フォロワーですか。そうですね、フォロワー数ですね。フォロワーは、集客の2つやってるんですけど、集客の方は5000フォロワー。まず集客系のアカウント今2つ回されていて、集客系のアカウントの方が、5000フォロワーちょっと。はいはい、かしこまりました。でもう一個は、潜在意識とか。はい、そうですね、コーチングの潜在意識コーチの方は3500フォロワーですね。なるほどなるほど。じゃあ2つ合わせて大体8500フォロワーぐらいを増やされていらっしゃると。そうですね、はい、はい、いうことですね。ちなみにこのインスタのフォロワーっていうのは、もともとうちのアカデミーに入る前から結構やられてはいたって感じなんですかね。いや、もう全然です。でもアカデミーに入ってから全くのゼロからもスタートして。はい、まあ、アカウントは作っていて、うん、ちょこっとこう自分のプライベートを、上げてるぐらいだったんですけど。なるほどなるほど。はい、なので、まあまあほぼゼロからと言っていいと思います。4ヶ月で、まあ、2アカウント合計8500フォロワー集められたということですね、はい。まあ、ペースとしてはもうかなり普通に順調かなと思うんですけれども、はい、ね、3、4ヶ月で5000フォロワーと3500フォロワーなので、うん、はい。ちなみに LINE アットの方は今どんな感じですかね。LINE アットはちょっといろいろありましてですね。いろいろあったんですか。なるほどなるほど。山あり谷ありという感じです。アカウント、はい、移動というか、あ、まあ、ありますよね、はい、移行してとかですね、はい、そうなんです、うんうんうん、なので毎回減ったりとかしたんですけど、はい、減るっていうよりはブロックっていう感じですよね。お、数が減るっていうよりはブロックされてっていうイメージですかね、 LINE アットのお友達の数が。LINE アットの、アカウントをですね、はい、
海外のアカウントを使ってたんですよ。あ、なるほどなるほど。あ、ありますよね。はい、あ、そちら使われて、はい、あ、そういうことだったんですね。そうなんです。なるほど。チャレンジャーですね。はい、制限がすごく多かったので、はい、メッセージ数が500しか送れなくて、で、あれなの、ここから増え、購入できないんですね。うん。公式アカウントで。なるほど、なるほど。はい、なので、移行したんですけど。ちゃんと日本の正規の LINE アットに移行してっていうですね。まあ、そっちの方がね、いいんじゃないかなと思いますね、やはりね。はい、うん、そうなんです。なので、まあ、ちょっとそこで、一回、せっかく、集まってくださった方もちょっと減ったりとか、うん、というのはあるんですけど、うんうん、サロンの集客の方で、うん、今、100名、そうですね、ちょうど100リストいらっしゃると。はい。で、アカウント分けて、LINE アットも、集客系の LINE アットと、コーチングの LINE アットで分けていると。はい、そうです。はい。そうですね。はい。まあ、これちなみに動画見てくださっている方もですね、ちょっとご説明させていただくと、まあ、これターゲットが、まあ、コーチングに興味あるお客さんと、集客に興味あるお客さんで、ちょっと違うんですよね、属性のターゲットの方が。なので、インスタもあえて2つに分けて、LINE とも2つに分けていらっしゃると。こういうね、戦略を、はい、取られているということなんですが、コーチング系のラインアットはどんな感じですかね。はい、110リストぐらいですね。110リストぐらいちゃんと集まってるって感じですね。はい。はいはいはい。なるほど。じゃあもう月ベースで言うと大体、まあ、うちのスクールの1ヶ月目はまずインスタを強化して、で、2ヶ月目からリストビルディングを始めていくっていう感じなんですけど、まあ、大体月30人ぐらい毎月安定して増えていってって感じ、ね。そうですね。はい。リスト以上安定して増えていると。で、これ、小野さんの場合もですね、広告は一切かけずに、もう全部無料集客でコストをかけずに、しかも自宅にいながらも集客を完結化させていると。はい。はい、いうことですね。はい、でちなみにそこから、売り上げっていうところで言うと、どんな感じですかね。売り上げは両方合わせて、195万円ぐらい。195万。あ、なるほど、なるほど。素晴らしいですね。はい、約200万円の売り上げと。そうですね、はい。うん。なるほど。ちなみにこれ平均単価っていうのはおいくらぐらいなんですか現在は。平均単価は40万、うんうん、商品が、サロン集客の方で、うん、10万円と40万円と70万円が、うん、なるほど。してで、サロン集客の方は、10万円あ15万円の商品と、うん、15万円40万円っていう商品なんですけど、うんうん、はい、まあ、平均するとまあ大体3、40万ぐらい、40万ですね、はい、うんうん、かしこまりました。まあ、結構ね、このやや高単価の商品ではあるんですけど、こちらの高単価の商品を実際に、まあ、多くの人とかだったらね、やっぱ単価の高い商品ってもうリアルの営業とか対面営業とかリアルのセミナーじゃないと売れないんじゃないのと思われてる方いらっしゃると思うんですけど、小野さんの場合ってどういう感じで販売されたかも教えていただいても大丈夫でしょうか。はい、教えていただいた通り、はい、LINE の、まず無料相談、はい、LINE 電話の無料相談。ラインアットから無料個別相談。はい。無料個別相談ですね。うんうん、はい。からのセールスと、うん、あとはまあそのキャンペーンでの体験セッションからのセールス。全部オンラインですね。あ、なるほど。はい、こちらの体験は、オンラインでされていらっしゃるっていう。はい、体験はオンラインで。ズームですかね。ズームです。体験ズームからの、あとはセールスという感じですかね。はい。あ、素晴らしいですね。ちゃんとしたこの工程をしっかりとね、踏まれていらっしゃると。はい。はい。まあ、ここね、うちのスクールでこのズームと使ったそのセールスのやり方だったりとか、その個別相談からの電話営業っていうスクリプトとかもいろいろお伝えさせていただいてるんですけども、結局これって家から一歩も出ずに、家関係しちゃってるっていうことですよね。そうですね。サロンはあるんですけど、はい、全くサロンを使っていない状態です。確かに。なるほどですね。家でできてしまうと。家でできてしまう。はい。もう自宅にいながら、オンラインでも完結していると。うん。素晴らしいですね。完結してる。ちなみに今まで小野さん、例えば集客面とかでずっと、まあ、これちょっと後ほどお伺いしていきたいと思うんですけど、今回実際集客がある程度安定してうまくいった秘訣だったりとか、実際そのセールスがうまくいった秘訣で、小野さんなりにこれをやったからうまくいったんだなっていう何かしらの
なんか気づきだったりとか、その成功の秘訣っていうのがあればちょっといろいろ教えていただきたいなと思うんですけど、まあ、あのマインド面の話とか、あとはそのテクニック面的な話も踏まえてですね。集客でうまくいった面、点ですよね。そうですね、集客とか、あとセールスでうまくいった点です。そうですね、あのやっぱりその動線をきっちりやっていくっていうか、うん、集客して教育して販売していくっていうその動線がきっちりやっぱりできているときはうまくいくなっていうのが実感としてすごくあります、うん、なるほどですね。まあ、インスタから LINE アットからの販売っていう動線ですね、具体的な。はい、うん、はい、実際なんかそのビジネスをやっていくにあたって、なんかモチベーションだったりとか、そういうね、行動とか、まあ、小野さんもですね、この4ヶ月間ずっと走り続けていらっしゃるわけなんですけど、その行動できたその原動力になったものとかって何かありましたか？はい、そうですね、もう本当に今まで、まあ、実際いろんな塾も行ってますし、結構今まで自己投資とかされていらっしゃる、私、はい、結構してきて、まあいろんなことしてきましたけど、うん、その時はよくてもやっぱり自分で一人またその塾が終わってしまうとまたできなくなってしまってっていう、あ、なるほどなるほど、あってですね、そこをちょっとまあ変えたいなと思ってたんですね、うん、でもうまあそのやり方もちょっと私も合わないなっていうものもあったりとかしたので、うんうん、まあローンチだったりとかするんですけど、なるほど、ローンチ、以前ローンチ系のを結構学ばれていらっしゃったんですよね、小野さんね。そうですね、まあ、はい、ローンチ、プロダクトローンチと言われる、はい、販売法ですよね、うん、はい、ストレスがすごかったので、やっぱローンチ結構大変ですよね。うちは一切逆にローンチとかほぼやったことないんですけれども、プロダクトローンチ、まあ、結構労力とか時間、そしてお金とか広告費とか結構そういうのがかかって、でその割にっていう、まあ、結構大変だったりするって話をすごい聞きますけれども、ですね、もう準備にすごく時間がかかってしまって、うん、その割にはっていうところもあったりとか、やっぱこう広告費もかかりますので、うん、こう意外だったりします、ね、なるほどなるほど。でそういうのが、まあ、お体験してやっぱりこうちゃんとこうもう安定して集客したかったんですよね。ああ、安定して集客をしたかった。はい、なので精神的にはまあまあそれに比べればもうね、安定してこうコツ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 やっていけばいいんだなっていう、うん、ところと、まあ、しっかりそのサポートがすごいしっかり手厚くしてくださっていたので、すぐやっぱり質問できるっていうところもすごい心強かったですし、そういうのがやっぱりこうちょっとなんかへこむというか、まあ、落ち込むというか、うん、ちょっとなんかこうモチベーションが下がったとしてもちょっとこう質問してすればちゃんと答えてくださるので、うん、それもなんかモチベーションを保つ一つのきっかけになった。あ、なるほどですね。あ、結構そのうちの専用のサポートラインっていうのが結構モチベーションとかを維持するのにすごい効果を出したと。あ、なるほどですね、うんうん、モチベーションアップ。そうですね、でちなみに今回売上が、まあ、4ヶ月間で合計195万の売上ということなんですけども、はい、1回目のそのファーストキャッシュの売上を上げられた時っていうのは、だいたい入塾されてからどれぐらいの期間でファーストキャッシュまで？1ヶ月もう経ってなかったかもしれない、ね、じゃあもう、あ、入塾されてからもう1ヶ月初月で一応もう最初の売上っていうのはもう経っていたと。そうですね、はい、もうすごいですね。言われた通りに、うん、やってた、そうなりました。なるほどです、うんうん、実際どうですか、ね、なんか売上が上がる前とその後で その心理面的な変化とかプライベート面的な変化とかですね、もしあれば教えていただけたらなと思うんですが。そうですね、やるべきことも分かって分かるようになってきて、うん、でこうしたらこうなるっていうのがもう見えてきているので、うん、精神的にはすごくもうあとでやるだけだっていう
感じなので、あとはやるだけ。すごく楽です。楽というか、楽と、すごいことですか。楽ということですね。はい、こうなんか不安定でもどうしようどうしようっていう気持ちはなくなりましたね。なるほど、不安が消えたと。まあ、やっぱ何をどうこうすればこうなるよね、マーケティングってまあパズルと一緒なんで、次こうしたらこうなるよねっていうのがある程度見通しが立ってるから、もう売上が上がる予測がもうある程度立てられるから、それが心の安定にもつながってくるし、実際に売上も上がってるしっていうことですかね。そうですね、そうですね、うんうん、もうあの見込みが立てられると言いますか、うんうん、はい、ちゃんとリストが集まってきてるっていう、うん、でじゃあこれだけ集まったこれぐらいっていう予測も立てられますし、うんうんうん、でまあ、あのうまくいかなかったら改善していくっていうところも分かってきたので、うんうん、はい、すごくやっぱりそれ大きいですね。なるほどですね、はい、かしこまりました。最後にですね、2問ご質問があるんですけども、まあ、私北野をですね、一番最初、まあ、動画で見ていただいたっていう話だと思うんですけど、言った時のなんか僕に対するなんか印象、これ本当にぶっちゃけで構わないんで、あの打ち合わせとか一切しないんですけどあの、まあ、もしあれば教えていただきたいなというところで、はい、はい、お若いのにすごいしっかりしてらっしゃるなっていう印象です。はい、恐縮です。ありがとうございます。はい、なるほどですね。まあ、分かりやすかったですね。すごく難しい言葉を使われないので、私でも分かるという。あ、なるほどなるほど、話が分かりやすかったっていう、ね、そうですね、はい、なるほど、ありがとうございます。まあ、中にはね、結構あの動画で見てる限りではちょっと怖そうな人だと思ってましたっていうね、あの言われることもあるんですけれども、あ、そういうのはあんまなかったですか？なんかあのクールな感じは印象は受けましたけど、あ、クールな印象、ちょっと怖そうだなみたいな。怖そうって感じだと違いますね。はい、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、なんかこう受け入れやすい感じですかね、はい、話の仕方とかも。なるほどですね、はい、かしこまりました。ありがとうございます。では、最後の質問になるんですけれども、もし小野さんがですね、まあ、うちのアカデミー入る前の当時の自分に何か一言ですね、言葉を投げかけてあげるとしたら、どんな言葉を、投げかけてあげたいですか？そうですね、まあ、やれば大丈夫だよっていう。やれば大丈夫だと。はい、やっていけるから大丈夫だよかな。うん、大丈夫だからまあ一歩踏み出していこうと。そうですね、はい、ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、で今回ですね、実はあの、まあ、今日動画にご出演いただいたこちらのですね、小野久美子さんなんですけれども、今あの集客系の方の LINE アットとかで、もしあの、ユーザーネームとかですね、 LINE アットの ID とかもし教えていただければですね、ぜひ、皆さんも小野さんの LINE アットですね、すごい勉強になりますので、登録ねしてチェックしていただきたいなと思うんですが、それかまあ下の方の概要欄に貼っておきましょうかね、リンク。はい、お願いします。はい、じゃ皆さん、ぜひ下の方の概要欄からね、はい、小野さんとお友達になって、ぜひね、今、プレゼントもいただけるっていう。あ、はい、無料プレゼントも、はい、いけますか。はい。ありがとうございます。ちなみに、無料プレゼントはどういったものがいただけるんでしょうか。サロン集客の方は、はい、インスタの、何でしたっけ、マニュアル。インスタの、まあ、設定とか、そういった最初のスタートアップ、の集客、はい、集客、あと、はい、マニュアルですね、スタートアップのマニュアルと、うん、あとブランディング、ブランディングシートですかね、の、シートです。インスタブランディングシート、はいはい、こちらですね、小野久美子さん特製のインスタ集客マニュアルと、そしてインスタブランディングシート、こちらの2点ですね、小野さん LINE で登録していただくと今だけねプレゼントゲットできますので、ぜひねこちらも手に入れてみてください。はい、よろしくお願いします。ということでね、まあ、今回の動画少しでも勉強になっているという方はぜひ高評価ボタン、チャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたします。またね、私のライトもぜひね、登録していただけて SNS 集客代がプレゼントしますので、そちらもねぜひチェックしてみてください。はい、ということでね、小野さん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。